先生、そうしますとね、はい、先生、ぜひ教えていいですか、はい、先生にとって人形の技って何ですか、技、人形の技。あ、やはりね、技術がないとね、表現ができないのでね、やっぱりその技術の錬磨、なんか文化庁の話みたいですけどね、いや、その部分的なことは必要だけれど、自分がイメージしたものをどう自分の思った表現したいことにどう近づけるかということが、それが技術なんだとしたら、もうさまざまな技術がないとできないんです。この線をどうしたらストレートに出せるかとか、ほんでその人間は動くから、その綺麗なところとそうでないところとかさまざまがあって、その中で時々美しい光線みたいなもんですね、パーッと綺麗な光線があって、わあ素敵だなっていうのを、それが素敵だから、その時の気分を形にとどめたいとか、そういうことになるので、その何ていうか美しい瞬間、それをで人形で言うと、美しい瞬間っていうの、雪が降ってきて素敵だっていうのを美しい瞬間だと思うんだけれど、雪作れないから、ほんで花びらが散ってきたも作れないし、僕人形っていうのは形でないものを作りたい、で形でないものをそのどう美しくで、作れないものがあたかもそこにあるように、その形とか指の動きとか目の動きとかで表現するということにトライする自分が面白いという。いや、そこをね、ぜひ聞きたかったんです。目に見えないものがね、その表現するのが一番重要なんだと先生おっしゃってまして、その辺のところをね、もう少し深く、はい、次の世代の人にこう伝えるような感じでお伝えいただけるとありがたいです、はい、ね、だから今の人形は子供があどけないとか、女の子がその卒業式で矢霞の着物を着て袴をして、その卒業証書にリボンを結んでこうとか、そういうね、深くない浅い美しさを、それを美しいということで、それは何に美しいものを感じるというのは個々の趣味ですから、これが美しくてそれは美しくないということではないですけれど、それを情緒豊か、情緒というよりもね、やっぱり本質というもの、自分もまだ未熟なのでそんなこと言えませんけどね、どうその正確にその匂い立つようなものの元をつかめるかどうかなんですよね。さまざまなやっぱり知識が必要だと思います。何につけても。なるほど。だから例えば踊りで言うと、こしらえをするよりも、その素踊りで、そのもう指使いと目の使いで、それはもう舞踊家の方だったら当たり前に言われることですけれど、奥義一つでどんな雪が降ってるかとか、どういう波が来ているかとか、それができないといけませんって。それを人形でも同じこと言いたいんですよ。で体のひねりと手の動きと、でその指先でその人が何を見て何に感動していて、でそこにどんな色がついててというのを一つの塊で、舞踊家ならその形がどん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 過ぎていきますけど、もうただ一つの固定した形でその見えないものを全部表現するというのがなかなか大変です。人形ってやはりその人形の空気感、その本体じゃなくてその周りにどれだけオーラが広がっているかっていうのをすごく見てたんです。それは間違いないです。いや、もうそれを作りたいんです。それをみんなね、気がつかないしね、作れないというよりね、それにかまず思いが至ってないと思う。だから子供が可愛いとか、そういうね、もう本当に入り口のところで満足してて、でその我々の至らないところが当たり前になっていて、そういう流れの人形がもう本質のようになって、本流になって、可愛くできてるとか、うちの孫に似てるとか、こういう子供格好するねとかね、その
もう伝統工芸展にそれが入選してね、それが通っていくんですからね、もっと厳しいもんだと。もうその今あった紅葉先生のそのあのもうすごい技術で、堀先生のざんぐりしててもそのもう本当にこう瞬間がね、そこから立ち上がって、持ってますよね。そうでしょ、で、鹿児島先生は鹿児島先生であの歌をお作りになるということで、それだけのその一つのものをその言葉に置き換えて、それをまた形にするっていうのが見えるんですよ。でね、僕だけなんですよね、紅葉先生とこと堀先生とこと鹿児島先生とこの家行ってるの。ああ